屋に来てると、はい、地球の国全部行く。かつて日本のハワイと言われた南国リゾートをご存知ですか？美しい海、大自然、グルメを満喫できる伊豆諸島の一つ、東京都八丈島です。羽田から南に 280km、 アナのフライトで50分で着くので週末で楽しめる東京リゾートです。今回は2日間で満喫できる八丈島のおすすめ18選をお伝えします。ではどうぞ。私が2泊した宿はこちら。私はバックパッカーなのでドミトリーのベッドのみで十分。楽天トラベルの割引を使って1泊1200円と激安でした。シャワー、トイレは共同ですが問題なし。キッチン、冷蔵庫もあります。おすすめです。熱帯、亜熱帯植物が敷地内に自生する野生味あふれた植物園、外来シカのキョンが可愛い八丈ビジターセンターで八丈島の成り立ちや暮らし、自然などを学べます。温室で島の珍しい植物を無料で見学できます。道の駅のように特産品の直売店があり、八丈島で採れた新鮮な野菜などを買うことができます。巨大なアロエが200円、ヨーグルトと一緒に食べたり傷口に塗ったりといろいろ使えます。今日摘んでも明日生えてくるアシタバ、苦味が美味しくておひたしや天ぷらなどがおすすめ。こちらがアシタバの畑です。どんどん生えてくるんでしょうね。加工工場ではアシタバの削り節や飴、お茶、錠剤などいろいろと加工して売っていました。シダ植物が多く、古代からある原生林といった感じ。滝の裏側を歩けるので裏見ヶ滝と言います。マイナスイオンたっぷりで癒される。八丈島の歴史、文化を学ぶことができます。島で発掘された土器、仏像、関ヶ原の戦いの西軍の将、宇喜多秀家のゆかりの品など係の方が一つ一つ説明してくれますよ。ベッコウガメが生きているところを見てみたいな。従来八丈島に戦死時代の遺跡はないとされてきましたが、昭和39年から5回にわたった遺跡調査で土器や石器が発見され、火山の溶岩でできた海岸、転んだら大怪我だな。遠くに見える島は無人島の八丈小島です。近くにある宇喜多秀家港と郷姫の碑、57万石の大名宇喜多秀家は関ヶ原の戦いで西軍として戦い負けたため八丈島に島流しとなりました。妻の郷姫とは離れ離れになりましたが、その後50年間、80歳まで八丈島で長生きしたので、八丈島での生活が快適だったのでしょう。大人気で予約がなかなか取れない居酒屋、メニューには八丈島の特産品が揃っています。名物の島寿司は事前予約が必要です。これがうまい。アシタバの天ぷらも最高。古びた外観ですが中は広くて綺麗。たくさんの本を無料で読むことができます。図書館ですかと聞くと、島民の憩いの場で本がどんどん増えていったそうです。名物はパッションフルーツのソフトクリーム、パッションフルーツのシロップをたっぷりかけた大きなソフトクリーム、最高でした。いただきます。うまい。あ、美味しいですね。八丈島ナンバーワンの温泉、見晴らしの湯は火曜定休日で残念ながら入れず、代わりに島民で賑わっているふれあいの湯に入りました。八丈島の杉やヒノキを使用した温泉、総ヒノキ造りの大浴場と露天風呂に300円で入ることができます。かなり年季が入った古びた温泉ですが、逆に生活感があって親しみを感じました。八丈島の美しい海岸線が見える展望台、八丈八景の一つで夜は月が美しく見えるとのことです。この景色いいね。電話で予約すると草屋を作る様子を見学でき説明してくれます。非常に高額で草屋の汁を譲ってもらい、それ以降魚を浸しながら使い続けています。匂いを嗅ぐと下水のような匂いが。この黒い液体の水分は何かというと魚から出る水分です。魚を浸すたびに水分、出汁が出てくるわけです。生魚って結構匂いますよね。
それを継ぎ足し継ぎ足しで年月も経つのでものすごい臭となっているわけですね。草屋の出汁にも歴史がありますね。で、なんか付け足すんですか、この汁っていうか。あ、塩だけです。草屋に付けると、はい、なんエキスというか草屋 の室味の水分が出てくる。どれ何時間とか何日ぐらい付けるんですか。普通は20時間冷凍のもんだと吸い込みが早いので、はい、1時間ぐらい。島の海風を浴びて育った海風椎茸、クワガタを飼育する際の菌床ブロックからキノコの生産を始めたそうです。菌床ブロックから3回分椎茸を収穫できるそうです。実際有料で椎茸狩りをすることもできます。はい、これがウッドチップっていうので菌がついてるんですか。そうなんです。軸が太くて肉厚くて全然違うみたいな。取るまでに、はい、1週間から。あ、それぐらい出てきちゃうんですか。はい、こちらで3回まで使ってて、これ一番新しい菌床。あ、なんとなくね、入ってくるんですけど、あんまり良くない。あ、もうなんか元気がない、ちょっと頑張った後みたいな感じになってますね。またお隣にある男飯食堂では栽培された椎茸を使った料理をいただくことができます。この日のランチはビーフシチューと椎茸のフライ、最高でした。宿の目の前に底土港があり、早朝は東京からの船が着いて毎日にぎわっていました。また70km 南の青ヶ島行きの船も就航していますが、冬は海が荒れて週に1便ほどしか出航できません。この日は10日ぶりの青ヶ島行きの船が出るところで活気にあふれていました。底土海水浴場は人工砂浜の海水浴場、ウミガメもたくさんいるそうですよ。12月の底土海水浴場は泳げませんが、なんと沖にクジラがいたとのことで見続けたのですが、よくわかりませんでした。クジラいますか。え、向こうですか。遠い方。黒岩黒砂で荒々しい海水浴場、海水はとても綺麗でダイビングが盛んに行われています。角が取れて大きな丸い玉石は約30cm、重さは 10kg ぐらいとかなり重い。昔八丈島に流された罪人たちが海岸から1個ずつ運んで積み上げました。玉石を1個運ぶとおにぎりを1個もらえたそうです。おにぎり1個で重い石を 1km 運ぶのはきついな。六方積みといって1個の玉石を6個で囲んでいます。玉石の石垣が並んでいる様子は圧巻、美しいですね。毎日朝10時から30分程度、八丈島の伝統芸能で無形文化財の貸し立て踊りを鑑賞できます。黄色がかった浴衣のような衣装は八丈島で手織りされた木八丈です。八丈太鼓の演奏もとても良かった、かなりおすすめです。木八丈のアクセサリー、財布やキーホルダーなどお土産にいかがでしょうか。私は旅行に来たら必ず地元のスーパーや小売店に行きます。土産物屋は観光客用ですが、スーパーだと地元ならではのものが格安で売られているからです。地元にしかないものを見つけるのが楽しいですよね。八丈島産の伊勢海老がなんと850円。八丈島でマグロが取れるんですね。島寿司がパックで売っていました。地元の人も普通に島寿司食べているというのがわかりますね。草屋チーズ、チーズに草屋が入っていて固めのチーズ、ちょっとだけ臭いですが濃厚なチーズで美味しいです。八丈島産の焼酎もいいですね。八丈島は焼酎が名物で、島内にはいくつか酒造があります。事前に電話予約して八丈後発にて工場見学をさせてもらいました。八丈鬼殺しや情け島が有名です。社長自ら焼酎を作る様子を説明してくださいました。通常は米麹を使って焼酎を作るのですが、米が貴重な八丈島では米は食料用にして麦の麹をベースに焼酎を作っているとのことです。ちょっと話は飛びますが、16世紀のドイツ、ビール純粋令が制定され、ビールには大麦、ホップ、水のみを使うことが強制されました。これは小麦不足でパンが作れず餓死する人々がたくさんいたため、貴重な小麦でビールを作ることを禁止したのです。八丈島の焼酎はそれに似ているなと思いました。
ました。ただし、一部の富裕層や貴族、修道院では小麦を使ったビール作りが認められ、バイゼンビール、バイスビールと呼ばれました。今でもバイエルン地方で小麦で作られているバイスビール、私は大好きです。さて、お待ちかねの試飲です。試飲はお好きなだけどうぞ、と太っ腹。私は情け島芋25度の焼酎が一番気に入りました。焼き芋のような後味、風味が最高。700ml、1000円は格安です。2本買いましたが、もっと買いたかった。1位はやっぱりこちら、八丈富士と、ふれあい牧場です。八丈富士の7号目にあるふれあい牧場では牛を間近で見ることができます。また展望台から島を一望できます。これは景色がいい。太陽が沈みかけてるけど今日は天気がいいからまだまだ十分いける。ふれあい牧場の近くにある登山口に車を止め、そこから頂上までは登山です。登山というかひたすら階段です。7号目から頂上まで300メートル分の高さを階段で登っていきます。これが結構きつい。私が登り始めたのは午後3時過ぎで、人が全くいなくて寂しい感じ。暗くなる前に戻りたかったので、通常1時間ぐらいかけて登るところを30分弱で登りました。きつかった。お鉢の分岐点に到着です。ここからお鉢を歩いて進むと標高854メートルの頂上に到着します。ですが、人は誰もいないし、突風で吹き飛ばされそうです。日が暮れ始めたので、近くの頂上にも行けず、引き返しました。結局一人も会わなかった。寂しい。やはり夕方に登山すべきじゃないですね。というわけで、以上、八丈島2日間で実際に見て回ったおすすめ18選を紹介しました。まだまだやることはあるので、3、4日いても十分楽しめると思います。以上、ご視聴ありがとうございました。